今日は童話と企業の話をまたしようかと思ったんだけど、こんなものがね、届いてきたんです。この緑の封筒。裏にはね、ブラック解放同盟全国連合会って書いてあります。このチャンネルの視聴者の方、大体知ってるかもしれないけど、念のため説明しますね。新規参加の方のために。ブラック解放同盟全国連合会っていうのはですね、東大阪市の荒本にあったね、解放同盟の支部が分裂してできた組織です。だから、これ、名前ね、ブラック解放同盟に似てるけど、ブラック解放同盟とは別団体。でね、審査抑系というか、まあ、中核派と連携する団体だったんですね。ただもう先鋭化しすぎて、中核派からも縁切られて、もう今完全に孤高の組織になってるっていうのが、このね、ブラック解放同盟全国連合会、略称全国連っていう組織です。で、そこにね、僕、6年ぐらい前から、まあ全国部落調査の件でね、裁判になった頃からずっと粘着されて、もう年に何回かぐらいのペースで公開質問状っていうのがね、まあこういう形で送られてきてるんですよ。これも今回も公開質問状なんだけども、まあ最初はね、全国部落調査公開した宮部は差別者だ、糾弾してやるみたいな話だったのに、だんだんと論点がそれて、宮部は部落出身じゃないっていう話になってるんですね。これです。宮部は自分を部落民だという大嘘つきであることが明白になったって書いてあるんですよね。で、多くの労働者市民に差別を受けている部落出身者が主張していること、部落民同士の意見の対立を思わせることを狙っている。思わせるも何もね、それは事実なんだから。で、まあ僕は根拠として言ってるのが、その解放同盟だとか、裁判所っていうのが、その住所地や本籍地がその部落の地名だったら被差別部落出身者だと。まあまあ同和関係者、同和地区出身者だっていうふうに、まあそういうふうにね、主張してるというか、まあ認めてるわけです。今の時点では裁判所も。だったら僕もね、間違いなくその同和地区、部落に本籍地置いてるんだから、間違いなく僕部落民ですよ。うん。だから僕は事実を言ってるだけであって、大嘘つきじゃないですよ。うん。僕が言ってること嘘だって言うんだったら、それは裁判所とかね、解放同盟が嘘ついてるんじゃないですか。解放同盟なんか公正証書まで出してね、住所、本籍地、あるいは親戚のね、住所とか本籍が部落にあったら、部落出身者だって言ってるんだから、文句があれば解放同盟とかね、裁判所に行ったらどうかなと思うんですよね。それで、まあ、これね、この文章、まずは載せときますよ。自転車のサイトにね。あとツイッターにも載せるんで、ツイッターもぜひフォローしていただければと思うんだけども、まあ、全国連が何を言いたいかっていうと、まあ、宮部が嘘をついていると。そのことについて、なんかね、勝利宣言みたいな感じですよね。もう、宮部が嘘ついてるから明白になったって。だけど、こんな文章でこんなん出されたってどうってことないんで、全国連さんね、訴訟参加したらいいと思うんですよ。今からでも遅くないんで。裁判所に提訴するなり、今の訴訟に参加するなりして。一応、利害関係者って言えるんじゃないですか。荒本の支部なんだから、一応全国部落調査荒本に載ってるんでね。それで、裁判官とか解放同盟のね、に対して、まあそういう感じで主張したらいいんじゃないですか。ここに書いてあるのと同じことを、宮部は部落民じゃないって言って、ぜひ僕はやっていただきたいと思いますよ。それで、こうやってね、全国連が論点争いするから、僕も全国連がやってることについて僕は疑問を呈したんです。ちょっとここにね、画像を出しておくけど、これですよ、この件。全国連っていうのがですね、ずっとね、東大阪市の荒本会館という、これ市の施設ですよ。市の施設を不法占拠してて、で、それでね、退去するってなって、まあ、退去って言ってももう施設がボロっちくなっていられなくなったんだけども、その退去の時の解決金としてね、約3000万円を東大阪市からもらってるんですよ。これ税金ですよ、元は。で、とんでもない話なんですよ、これ。不法占拠した上に、さらにね、盗っ人に追い銭みたいな形で3000万円出すって、とんでもない話なんだけども、これ全く報道されてないですからね。報道されてないんです。平成31年にこのことあったのに、すごいタブーですよ。まあ、童話だから多分これ全然、地元のね、メディアとか全然報道しないんですね。うちぐらいですよ、書いたのはこのことについて。じゃあその3000万円ね、税金から受け取った3000万円、じゃあ何に使ったんだってね、全国連にね、これ質問したんだけども、論点ずらしをしたいという魂胆が見え見えである。私たちはこのような見えすぎた挑発に乗るものではないって言ってね、まあね、暗にね、その3000万円、後ろぐらい使い方っていうか、まあね、言いたくないのかな、使い方について。で、野崎支部、原本支部と野崎支部で不当な利権行為をしてるようにね、書き方をしてるって言ってるんだけども、野崎支部のことこれ否定してないですよね、全国連さん。前のね、動画見ていただいたらいいと思うんですけども、まあ、このチャンネル検索したら出てくると思うんだけども、大東市の野崎のね、全国連の支部長がですね、なんか同和対策の住宅、公有地にね、なんか勝手に線引っ張って、そこに車止めさせて、なんか駐車料金取ってるわけですよ。そんな人の土地っていうか、その市の土地でね、市の土地で勝手に線引っ張って、なんか駐車場にするっていうのは、まあおかしいでしょって勝手にね、自分の土地でもないのにっていう話をしたんだけども、まあ否定しないんですよね、全国連さん。結局、否定しないんだから、まあそういう団体なんですよね。で、最後になんかね、なんか全然わかんないんだけども、なんか、茨城土浦市のなんか小学校児童クラブの支援員がなんか差別事件を起こした。部落出身だからね、うんこも漏らすよねとか、なんかそういう発言をなんか、した人がいるみたいな話をしてるんだけど、茨城の話なんで僕関係ないから、いや、こういうのこそ論点ずらしって言うんじゃないですか。僕もそんな、ねえ、A子ちゃんとか〇〇とか言って、そんなやって不正事にされてもね、何のことやらわかんないんだから、もう実名出してね、もう、何があったかって事細かな資料を出したらいいんじゃないですか、僕に。こんな〇〇があって、こういう風にしました。それで、どうでした。で、それでね、宮部はこれも解放運動のせいだというのか、私たちが部落に住むと差別されるなどという根拠のない風評批判を広めているのかというのが回答を求めるって言うけど、いや、知らんがなとしか思えない。回答を求められたって、そんな茨城のことなんか僕には何の関係もないし、大体、で、元は全国部落調査のことをね、聞こうとしたんじゃないですか、全国連さん。なんか、宮部が論点ずらしをしてるって言ってる割には、どんどん関係ない方向にね、話がいってるんで、いや、これなんだかなと思います。ということでね、その部落関係の団体、解放同盟以外にもあって、で、しかもこういうなんか変なお手紙をね、しつこく送ってくる。だから、まあ、部落関係にね、関わると、やっぱもうめんどくさいからって言ってね、政治家とか企業とか嫌になるっていうのは、やっぱこういうこともあるんです。解放同盟だけじゃないんです。こういうおかしなことをする団体っていうのが、まあ、他にもいっぱいあるわけです。まあ、またね、解放同盟とは別の団体の話っていうのをまた近々取り上げようと思いますんで、まあ、ぜひこのチャンネルね、登録して、見ていただければと思います。ということで今日はね、こんなのが来ましたっていうお話でした。